どうも、今回はですね、鬼越トマホークをゲストに迎えております。お願いします。おはようございます。俺あの喧嘩止めるやつが好きでさ、はいはい、ヤスと仲いいじゃん。はいはいはい。でヤスがさ、はい、鬼越トマホークのさ、あの彼がいろいろ教えてくれたんだよって言うのよ、はいはいはい、自由道でどう何のネタだか分かんなかったんだけど、はい、なんとかですよヤスさん、なんとかですよって言うから、え、じゃあやっぱりヤスさん、ヤスさんって言ってたのって言ったら、ヤス、あれ俺ちょっとできんなって言って、あれモノマネできんなって言ったら、うるしいね、あできるできるって言ってうるせえな、お前が闇だってな、フジテレビ1ミリもダメージねえんだよ。その炎上した時のやついいっすよ。一番モノマネしてほしくない文言を久慈さん言うやつね。そうそう俺あの長州さんにさ、 あれ見て俺こう泣いてたもんな、二人。いや怖かった、怖かったっす。あれマジだからね。マジです、あの人は。マジです。あ戦ってきた人だから、あの人にああいう仕掛けしちゃダメよ、はい、僕もプロレスファンでずっと見てました。怖い怖い長州、もうあえて長州って言われてますけど、長州怖いな、長州怖いなって思ってたんですけど、うん、最近はもうお優しくなったのかなと思いきや、いや根底は本質は変わらない。確か冷静に切れて来られたんで、バンってやられたのに、あ、なんだこれお前みたいな、だガッて怒られるよ、ちょっと本当に怖い。マネージャー同士が揉めるってなって、あれもさ普通で止めるじゃん、はいはいはい、止めないで何言ってんねん、はいはい、そうそう、あれも怖かったな。あれも怖かったですね。俺の前で何やってんだ、そうそう、何やってんだよ、はい、みたいなさ、はい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 、一番怖いよね。いやこれ一番怖かったです。だから本当に早くもう行きたかったです、うん、俺らもそうだよね、はい、止めに、うん、でもやっぱりそこはなかなかやっぱテレビってこともあって行けなかったんですけど、ね、一番本当ある意味怖いのはあの長州さんの義理の息子の慎太郎ですね。え、怖いの？やっぱそのあんだけ怒られてるのに、うん、また同じような仕事取ってくるんですよ、長州さん。ああ、そう。あれはある意味ちょっとあの怒られ慣れすぎてないと思う。あのあと怒られたんですよ。僕らもその慎太郎さんに義理の息子さんに、うん、どうしますか？一緒に謝り行きますかっつったら、ヘラヘラしながら、うん、いやまあまあまあ大丈夫ですよ、時経ってばみたいな。もう、あ、大丈夫、いつものことなんだよみたいな。そんな密告して大丈夫なのか、はいはい、お前いじられてるから、やっぱ慎太郎はちょっと受けてると。はいはい、いやでもああいう人じゃないと長州さんの親族って、まあ、なれないよな。なれないですからね。やっぱガタイ良ければ良いほどやっぱビビっちゃう、ビビっちゃうね。やっぱある意味怖さを知らない、うん、ガリガリの方が、ガリガリ、わかるわかる、いいね、はい、うん、今回は何を、はい、だから、はい、そういう怖いことっていっぱいあるじゃん。ありますありますね、ありますね、はい、いろんな意味で怖い、うん、はいはいはい、芸能界のね、はいはい、先輩もいたし、うん、いろいろあと営業先とかでも、はいはい、なんかこれやっていきましょうよ。普段僕らこのランキングをちょっとやらせてもらってるんで、多分それをスタッフさんがね、うん、ガチでガチじゃ、まずちょっとガチの今の話の流れもあったんですけど、これ関根さんに矢をは通じないよ。そうですね、僕らのまず第3位、はい、こちらです、つまみ枝豆さん、はい、これも見た、はい、見ました、見たあのやばいよね、あの長州さんからの流れで、うん、水曜日のダウンタウンで枝豆さんが、まあ、ドッキリのターゲットになってやったんですけど、俺ら震えましたね、マジでな、はい、あのガチだったんです本当に、うん、そうなんだ。やっぱりたけしさんへのリスペクトもあるんですけど、またやっぱりね、なんか特攻隊長みたいなんでしょ。いや、そうなんですよ、もともとそうなんですよ。そうなんじゃない、はいはいはい、お優しいんですけどね、あのスイッチが切れた後は。そうなんだ。一番怒ってたのが、そのマネージャーがたけしって呼び捨てにする部分があったんですけど、そこでもう、まあ、俺のことは言ってもいいけどたけしってなんだと、たけしさんだろうがって言って、はい、もうたけしさんを悪く言われることで怒ってたんですよ、一番自分のことという。そうなんですよ、すごいね、すごいですよ、はい、男だね。だそこはかっこいいなと思ったんですけど、で放送では結構ギュッとなってるんですけど、うん、だいぶ怒られてたんですよ本当に。なかなかマネージャーさんに怒られてる。で僕らは早く行きたかったんですけど、あ、なかなか、そうなんですよ。で行けばね、行けばもうすぐ説明が、その取れ高的なところもあるじゃないですか。あ、そうかそうか。なんでずっともこう待ってて、で行って、実はネタ話であのドッキリでしたって言って、普通はやっぱりニコッとされるんですけど、うん、やっぱ枝豆さんもちょっとそのスイッチ入ってたんで、いっぱい入っちゃったから、はい、最初は僕らもマイクやっててパーって来て、なんだお前みたいな、マイクのとこちょっとこう握られて、あ、すいません、これ一応ドッキリでみたいな、あ、そうか、そこでちゃんとこう冷静な判断っていう、あ、はい、
ピンマイクを何かの武器だと思ったんじゃないですか、うん、多分小型爆弾だと思ったんですね、はい、ピンマイク確かにやっぱり何だこれ何だこれお前これをって、はい、あ来たんで、うん、確かこれはちょっと僕らの中でも怖かったいやだいぶ怖かったですねリアルにでもその後あの和解はさせていただいてその後トークライブもやらせてもらってそうなんだ、はい、よかったよかった本当枝豆さんって自己犠牲の方というかもう自分のことはどうでもいいんですよたけしさんなんですよねたけしさんをやっぱその完全な心の死としてるんで、まあね、やっぱりたけしさんへの無礼はもう絶対に許さないというか男としてはかっこいいですけどやっぱすごいよな、うん、覚悟というか地上波では本当に話せないようなことをライブで言っていただいて、うん、本当、はい、そうですね本当もっと怖くなりましたそうですそうだからでも最終的にはあれはね、お前ら吉本クビになったらうちの事務所来いよって言ってくれて、はい、男気あるなでも絶対行かないですけどあんな怖い人の人には、ね、はいはい、すごい優しい方でめちゃくちゃ男気のある方だったんでそうですね、はい、だから嘘か本当か分かんないんですけどその火炎瓶っていう武器を創作したのが自分だって言ってました、ね、お前それ嘘か本当か舞台でも言ってない話やめろお前嘘か本当か裏の話じゃないかあんま都市伝説自分の話すしいないからそうそう誰かから聞いて言うんだけどそういうことか、まあはい、じゃあサインじゃあサインからサインで一緒に福井さんもサインじゃあ、ね、僕も行こうか、はい今井正幸さん。いやー、いや確かにこの人自衛隊でしょ。ですよね。普段いい人なのよ、はい。ところがジャングルテレビに来て、俺とタモリさんとナイナイを指導するって役になるのよ。はいはいはい、自衛隊の上官の役になるのよ。はい、でロープ登らされたりするんだけど、めっちゃ怖いのよ。もう教官になっちゃうの。あ、これよな。あれこれコントなのにっていうか番組なのになってビビったわいやテレビ見ててもその怖さ伝わってましたタモさんにも言うもん早くこの設定を終わらせてくんねえからやばいのよそれでスーパーカラクリテレビでアンガールズの田中君が空手を通信教育でやってるって言って、はい、型やったらさんまさんが死ぬほど笑ったわけ、はいはい、ふにゃふにゃしてて、はい、お前ちゃんと今井さんのところに行ってこいって言って、はいはい、今井さんのところに行く、はい、ロケ、はい、めっちゃしごかれて田中泣いてたもんめっちゃ走り出されて肩でうわーうわーっつって、はい、もう田中君があの人もこうですよとか言ってもうあの人怖いですもう頭おかしいですよ怖い指導者になったら怖いの、ね、ですねもうだから自衛隊の時の怖さ の、はい、があるのよしかも今井さんの時の自衛隊って多分いやめちゃくちゃ厳しかったでしょ、はい、やばかったですよね我々吉本でもね宮川大輔さんがずっと可愛がっていただいてたんですけど、うんはい、やっぱりその今井さんに鍛えられたと、うん、終わると、はい、やっぱ上下関係ちゃんとしてるからそこはやっぱりやるそれはちゃんとでもちょっと怖いのよどっか踏んじゃったらやばいなとか一番怖い怖いですよねそうそうそう地雷がどこにあるか分かんないそうそうなんか変なと、はい、変なさ、はい、例えば今井さんが好きなさ舞台のさなんか 悪口とかなんか知らないで言っちゃったりするとさいやそれはちょっとってなりそうだあそうですね今井さんの当時から見てて怖かったですねはい、うんクッションがないでしょ、はい、そうですねもうあのチタン合金のままなのね、はい、普通そこにちょっと、はい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 、ちょっとクッション材があるじゃん、ね、そうそうそう、はい、スイッチ入ったらもうすぐにあのシワの感じとかもすごい怖かったですねやっぱ分かったテレビでそう子供の時さまだ今井さんをあの名前を認識する前にやっぱやたら怖い人ドラマ出てるなって思ってたもん ね、うん、ああこんな人がテレビ出ていいのみたいな迫力あるよね迫力ありますね、うんそういい俳優さんですね。いい俳優さん、はい、残念だったけどね。2位は2位どうしようか。ここにあるじゃあ、この方ですね。村上昌司師匠ですね。はい、怖いの怖いですよ。めちゃくちゃ怖いです。めちゃくちゃ怖い、まあ、理由がもちろんあるんですけど、はい、なんで、はい、このギャガーな明るい感じで、あのさんまさんにも可愛がってもらってるって感じでいるんですけど、うんうんね、もう裏の佇まいはもうほぼ反射です。はい、もう色がもうね、いいんだお前反射。もう色がね、いや肌の色が理由を言わないとお前。理由ただお前反射って言ってるだけだから。これ見たらもう正直しようまた切れちゃうから。何どういうこと？これ実は、はい、で僕らがですね、本当に怖い芸人ランキングみたいなので、はい、ランキングよくやってるんですけど、はい、そこに村上正一師匠の話を。
したんですけど、はい、まあ、あの庄司師匠が、まあ、営業の時に、うん、まあ、バスの中で、あの YouTube なんですけど、シマウマがハイエナに追いかけられる動画を、本当に2時間ぐらいずっと見てたんですよ、はい、でそれめちゃくちゃ怖いなと思って、でその話をしたんですよ、エピソードで、ね、そしてエピソードで、うん、そしたらそれを見て、じゃあちょっとあいつらドッキリかけようやっていうことで、うん、村上庄司師匠が、うん、番組とか YouTube チャンネルで僕らが仕掛けられたんですけど、それがちょっとな、それがちょっと本当に怖すぎて、うん、まず僕らのマネージャーからをいきなり呼び出して、うん、おごらみたいな、お前なんか、あ、お前の担当のお前鬼越トマホークだっけ、なんか俺のことまあ YouTube でなんか話しとったらしいのみたいな、恥かかせやがってみたいな、うん、この口調がですね、もっと本職っぽいというか、まあ、僕らも本職の方も聞いたことはないんですけど、はいはいはい、本職なんですよ、あれが本職の言い方なんだ、はい、いつもあんなドゥーンとかやってなくて、もう、まあ、ありえへんぞみたいな、このもうマネージャーもそこで庄司師匠にそんなこと言われてももう涙目になっちゃって、それでちょっといや本当に申し訳ありませんみたいな、うん、でもあのね、サバンナ の, あのなんかハートフルな映像を2時間見てたっていう情けない話を僕らがちょっと披露しただけなので、ある意味怖いですよねみたいな話をして、怒られるような動画じゃないと思うんですよってマネージャーも食い下がったんですけど、でもそれはもうあんなありえないからって散々マネージャーも言われた後に、あのね、これドッキリやからこの感じで鬼越トマホークに村上庄司が怒ってるって行って伝えて、うん、その俺のとこに謝りこさせてくれみたいな、マネージャーだけのドッキリをまず、はい、取って、はい、でもそれもう意味がわからないそれがわからない、はい、マネージャーを呼び出して、はい、マネージャーをまず脅して、はい、半べそまで行ってから、はい、あ、これドッキリやねんけどみたいな、ちょっとおかしいな、おかしいですか、ね、でそれスタッフさんが考えたとかじゃなくて庄司師匠が全部企画してるんですよ、でマネージャーから僕ら盗聴されてたんですけど、うん、マネージャーが全部テープ回して、うん、いや勝手に師匠の名前出して、うん、笑いにしたことをすごく怒ってますみたいな、うん、でもあれ怒るような内容かなみたいな、お笑いとか、うん、でもずっとやられてた方だよね、うん、もう全部分からなくなっちゃったのかなみたいなこと言っちゃってたんですよ、そしたらでもマネージャーが、うん、いやそのテンションじゃなくて本当にガチで怒ってますと言われて、うん、で行ったんだ、はい、でルミネの楽屋に行って、うん、あの隠しカメラ仕掛けて、でも僕らはもう何にも気づいてないんで、開けたらもう本当にドクロのなんか見たことないいかつい T シャツ着ながらこんな感じで待つで、おい座れ、お前ら座れよ、お前らな、こんなお前 YouTube で、うん、あ俺の名前出したらしいのみたいな、お前関係性もないのによく言えたなみたいな、うん、いやでもあのちょっと結構ハートフルな感じでやらさせてもらったんですけどつって、もあお前マネージャーも連れてこいやつって、そこでもマネージャー連れてきて、はい、もうすぐね、ティッシュティッシュの箱をマネージャーにわーって投げつけて、僕らももう怯えちゃって、あまりにうますぎて、はい、で途中で水めちゃくちゃ飲むんですよ、だからこの薬やられてんのかなと思って、やっぱ喉乾くじゃないですか、はい、薬やってる人って、だからあこれ緊張してたんだね、なんか仕掛ける人じゃないんで、そう震えながら水飲んでね、それでもうなんか目の焦点も合ってないもんね、でも本当にドスの効いた感じで怖くて、それでその僕らも本当にすいませんでした、うん、もう本当に気をつけるんで、そこでも僕らに怒るっていうのも最終的にマネージャーに、てめえの指導はいけないんじゃないのかっつって、マネージャーにもう殴りかかるみたいな感じだったんで、僕らも止めて、本当にすいませんでしたって言ったら、腹めくったらドッキリです、ね、はい、僕は反射ではありませんみたいな階段って、よかったーってので、本当にそれめちゃくちゃ怖かったんですけど、はい、怖かったです、本当にその後怖いことがあって、一番怖いこと、隠しカメラしてたじゃないですか、あの動画が撮れてなかったんですよあっちのミスで声だけしか入ってなくて、絵は一切なくて、逆に怖いです。それで、そのドッキリ終わった後はもうドッキリやで、うん、あんなんで怒るわけない、わし怒らんから、はい、まあ、こんなお前ドゥーンとかやってやれ、はい、怒るわけないやん、はい、でもその後、動画映像撮れてないことを気づいたらマネージャー呼び出して、うん、死ぬほど落ちてた鬼越トマホークが今日で何やっとで、ブチ切れてたらしくて、ブチ切れてそれはドッキリじゃなかったらしいですそれガチで、だからもう何がしたいかわからない怖さですよね。昔から一緒ぐらいですか、年代あとね、
庄司君が2つ下、さんまさんと同じです。俺がさ、庄司君とさ、ジミーちゃんが好きだからさ、見に行くね、さんまさんのさ、舞台、でその後さ、さんまさんにさ誘われてさ、関根さんもどうですか、いや行きます行きますっつってさ、庄司君のあれ面白かったなっつったらね、もうさんまさんが、関根さんもやめてくれと、こいつ本当にもう全然言うこと聞かないやっつって、庄司なんでお前昨日受けてたやつまた帰るやつだ、お兄さんに受けてもらおうと思って、何やお前っつって、俺めっちゃダメ出しされるの見てんのその前に俺をすごい褒めてるわけよ、はいはいはい、楽屋で、庄司君よかったよって思って、っつってさ、さんまさん的には昨日受けたやつをやってくれっていうのなんですよね。そうそうそう、はい、そんなのにさ、やらないからさんまさんに笑ってほしいっていう、そうそうそう本当に、なんか庄司師匠はもともとめちゃくちゃいい人で、そのドッキリ時だけ僕ら、いい人、はい、うまいんだよ演技が、めちゃくちゃうまいですよ、演技、あの俳優としても、はい、最高です、最高ですね、はい、あとあのね、新ネタをどんどんやりたい人だから、そうそう、だから一緒に学園祭とかも行って、うん、あの年代の方でね、ネタやられる方ってあんまりいらっしゃらないんで、すごいです、若手より受けますから、ね、はい、そうなんだ、はい、意味なくさ、夜間なんか持って出て歩いてきてさ、はい、なんか一言言うんだよ、はい、それが面白いね、めっちゃ面白いです、めちゃくちゃ面白いです、でギターぶら下げてきて最後まで普通に漫才やって、あの弾けへんねんけど、はい、みたいな、そうそうそう、めちゃくちゃおもろいです、で庄司君ゴルフが上手くて、あ、そう、それであのさんまさんとのそのコンペとかにさ、はい、坂東さんが、はいはい、まあ握ってるわけですよ、はい、村上君と、はい、そうですね、ですよね、昔の方、昔の方、特に坂東さんは、そうそう、特に坂東さんはだから、その坂東さんは汚いことするんですよだから庄司君も気をつけて見てるわけ、はい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 、それで、あ、坂東さんラフの方に打ったなと思って、はい、うん、よしっつってこうやってたら、キャディさんパターちょうだいって、はい、え、ラフだぞ、はい、っつったら、パターの裏側で引っ掛けて、フェアウェイズル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 、うわ卑怯な、卑怯な、それで庄司君が、坂東さん何やそれっつって、はい、ああ勝ちたかったんやそこの名言なんですね、勝ちたかったんやって、それを星野さんに話したら、星野さんが気に入っちゃって、そうか、もうちょっとで流行語大賞になるやろと、いや、あんな卑怯な言葉流行りましたもんね、そう、あの一言、そう、さあ私の僕ら、はい、これはあの、はい、あの盛り上がったんで、はい、早いです、これは本当にね、はい、あの玉ねぎむいたらっていう、はい、あの TBS のドラマで僕がご一緒して、はいはい、挨拶行ったんですよ、はい、石田さん、はじめまして、関根さんですって言ったら、まあ、いて、僕立って、挨拶に来て、はい、関根ですって、すみません、関根です、よろしくお願いします、うん、怖かった下からずっと、一言を、はい、怖えーと思って、芸能界のポジション的にも全然知らない、もう大スターだ、大スター、はい、大スター、もう奥様は18歳から、はい、もうパパと呼ばないでから、はい、ね、でも大スターのもう、はい、もう言ったところですよ、で俺ペイペイですよ、はい、20代前半ぐらいの、はいはい、うん、でその挨拶の後仲良くなれるもんなんですか、ならなかったですね同じ現場に出ないから、はい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 、それっきり、なんかこう俺がいろいろ言えば、はい、パパと呼ばないでどうなったんですかとか言えば話してくれそうな気配はあった、なるほどなるほど、で最初芸能界入って一番最初に怖いなって思った一番好きですかね、その前にトラック野郎23歳で出た時に、はいはい、菅原文太さんは怖かった、あ、怖い、怖そうですね、僕会ったこともないんですけど、全盛期よ、まあ、菅原文太さんの仁義なき戦いトラック野郎やってて、はい、ある女優さんのバキュームカーの運転手の女子だった、あ、で現場で挨拶したの俺、はいはい、あれね、東映はねきちっと、例えば撮影所だったら、はい、撮影の入る前、要するにまあ楽屋に、はい、行ってちゃんとないないですと、うん、あのよろしくお願いしますと、はい、きっちり挨拶をしてから出ないとダメなのよ、そういうの失敗してるやつがいっぱいいるから、うん、でも俺はさ楽屋ないわけよ、はい、ロケからだから、はいはいはい、俺のことなんか知らないわけよ、はい、んなもんおはようございますって言ったのも
もうどこに誰がいるのかって感じ。それは怖かった。怖いな。その後、なんかのあれで言ったら、おー、ラビット、同じやっぱり映画に出たって言うんで、それちょっと嬉しいですよね。そうで、演技指導も途中してくれて、いや優しい人だったのよ、じゃあ最初の挨拶がちょっと怖かった。なんかちょっとビビらすっていうのもあるんですかね、うん、なんかあるかもな、スターだし、ね、でやっぱりちょっと仁義なきがちょっと体の中入ってたから、まだ抜けてない、抜けてないから。その後松方さんがさ、はい、バラエティで受けたじゃん、はい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 、それで文太さんもバラエティ来たのよ。で俺も5、6回一緒にレギュラーで、はい、でその時に松村君が、はい、国広君が、はい、文ちゃん、文ちゃんって言うのよあいつ、文ちゃんはなんとかないって言ったらさ、松村、文ちゃんはあと1回だけだぞ。おい、怖え、うおーって俺その時思ったよ、文太さん、バラエティ来たんじゃないのってそれで、はい、ほら太田くんがさ絡んだじゃん、はい、そうだ、あん時俺がさ、そうだ、 CM 中に太田くんに注意したのはさ、はい、全部間違ってるよって、はい、さんまさんがそれ聞いててさ、はい、発表しちゃったんだよね。そうで大問題になったんだよね。僕らも隣聞いてたんですけど、あんなに怖い関根さん見るの初めてでしたいや俺はさ若手のネタ潰すんじゃないよと思ったのそれはもう本当そうですね。あれはもう太田さんが変なスイッチが入ってましたね、はい、入ってたよな、はい、いろいろ聞いたらその前のその現場が28回めっちゃ滑ってたらしい、ね、そうなんだよ、ピエロかなんかで。だからそれをさ、はい、回収しようとするじゃないですか、はい、そうなんです、あそこでね。そう、その後太田君の半年ぐらい経ってからかな、はい、ラジオに出てもう和解しましたから。あ、本当ですか。そうよ、あ、よかった、よかった、よかった。で、太田君といろいろ話してて、はい、それで結局俺もカマキリとかやってて、はい、間違った芸風だったってことに気づいたあ、だから太田君に人のこと言えないじゃないですかとか言って、それでちゃん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 で、なるほどなるほど。でも最後には僕はまた言いましたよ、はい、間違った芸風をやってきたからこそ、はい、分かるんだっていうの間違いが。なるほどなるほどなるほど、ストレート来たわけじゃないと。そうそうそう、はいはいはい、確かにあの時は本当に地獄みたいな。あの時はちょっと異常でしたね、はい、生だったし。そうなのよ、生なんだよね。生だったんですよ。僕らも本当に慣れてなくてそこまで、うん、でここでちょっと全員爪痕のもう残してやろう全員言って、そう思ってるもんね。もうね、俺らもこんなもうカッカしてたんで。だって寛平さんだでさえ、はい、爪痕残そうとしてんだからそうでしたよ、確かにそう確かにそう、生だし、もうここで行こうっていうところで、まあ、ちょっと太田さんが、そうで本当に関根さんの一言で、はい、太田さんがその CM 後からすごくおとなしくなってたんですよ。だったね、やめなかったんですよね、最初はね。いくらさんまさんに注意されても、はい、本当さんまさん、たまにあの話を振る前の怖い目の時あるじゃないですか。あるね、あれで普通に太田あかんでみたいな言ってたんで、うん、あ、これ本当にダメなやつなんだなって、そうそうそう、そこで分かりました。そうね今いないよね、怖い。今いないですね。今いないです。今いです、ね、今井正幸さんが入ってきた、はい、今いです、今井さん、今井さんみたいなのもいないよ。いないですよ、ですね、うん、ま、自衛隊もだって今井さんのね、元自衛官のイメージをやっぱ、はい、今安子が継いで、まあ、確かに、はい、新しい元自衛官の安子さ、はい、俺安子好きになったの、はい、リポートしてたわけ、はい、料理店で、はいで、はい、はい、美味しいです、はい、はい、つって、お笑い誰が好きなんですかって言ったらね、なんとかっていうのが好きだって言ったわけ、はいはい、その人、それを俺覚えてない、はい、で、その後さ、つまんないのもあるよねって言ったら、誰がつまんないんですかって言ったら、錦鯉なんかさ、全然面白くねえよって言ったらさ、先輩だからさ、はい、自衛隊の方入っちゃった、はいはい、そんなことないっすよ冗談に冗談通じない、面白いっすよ、はい、いや、だってね、こんにちはって挨拶するだけでは面白くもなんともねえよ、それ、はい、面白いっすよ面白いですよ、はい、つって俺、安子好きになった。いや、確かに先輩を立てるって、そのやっぱ自衛隊のね、上関係もありますから、ね、ちゃんとあいつは本当に先輩にも裏でもあのままなんで、安子は絶対悪口言わないですからね、うん、あの安子はすごいですよ。あなたのセンスがないだけですよって言ってた。あ、それはもう安子、やっぱいいっすね、安子ね、安子最高、かわいいんですよ。かわいいですね。ストレートで。安子には俺ね、本当にね、ステーキを盛りたくない。あの
やす子が、やす子が番組の企画で、あの相方を探すっていうので、男女コンビの金ちゃんをずっと指名してたんですよ。相方というか、まあ、結ばれるなら、はい、誰っていうのが、はい、そうで、金ちゃんをずっと指名してて、金ちゃんも最後にやす子を選んで結ばれて、やす子になんで俺のことをずっと指名してくれてたのって言ったら、やす子が、あの手榴弾に似てるからです。俺の見た目が、そう、手榴弾に似てるっていう理由で、はい、安心感があるんです、はい、っていう理由で俺のことをずっと好いてくれてたっていう、はいはい、意味わかんないですけど、手榴弾に似てて安心感があるんですっていう、はい、意味がわかんないことです。そういうピュアな子なんですよ、はい、ピュアだよね、ピュアですね、ですね。マジで。じゃあ1位いきましょう。1位いきましょうか。どうしようか。1位する。どうしようか。いや、ちょっと待って、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。どうしてるのか。これでも名前出せないとダメですよね。そうね。いや、そうっすよね。いや、なんかヒントでもいいよ、こう、なんかこれちょっと、まあこれは、これモザイクになっちゃうから。いや、でも、いや、一回書いてみて、一回書いてみて、関根さんの、はい、反応をちょっと伺って。書き終わるまで見ないわ。はい、すいません、こちらです。薬丸ひろひでさんなんですけど。いけるんじゃない？いけないですか？いけます？内容も内容によるよ。内容に服する。内容に聞こうよ、はいはい、でもアドマチック天国って番組で初めて共演したんですけど、はい、それでなんかその喧嘩のくだりを薬丸さんが来るみたいな。ああ、あれをやったわけ。はい、やったんですけど、でなんか僕らも、いや、アドマチック天国はハートフルな番組なんで、まあ、無理やり、まあ、やんなくてもいいんじゃないですかって言ったんですけど、はい、なんか薬丸さんでぜひ止めましょうって。お願いしますよ。薬丸さんもなんかその多分止め、まあ、なんか知ってるんで、知ってるんで、行きたがっていただいてるんでみたいな、はいはい、で本番やって、まあ、ちょっとライトなだけね、はい、インスタのフォロワーめちゃくちゃ少ねえなみたいな、はい、1万2000人しかいなかったんで、はい、薬丸さんにしては少ないじゃないですか、うん、で正直僕も1万2000人ぐらいだった、はい、正直僕と同じぐらいなんで、もうちょっと頑張ってほしいなと思ってやると思いますって言ったんですけど、はい、いやいや、そんなこと言われてもさみたいな、その、うん、あの好きでやってるわけじゃないしみたいな、言われてやってるだけだしみたいな判断になって、はい、面白い感じになればいいんですけど、はい、本当に面白い感じにならなくて。そうですね。でその後、大したこと俺ら言ってないのになって普通に番組収録したんですけど、はい、その薬丸さんがね、その一言からなんかそのずっと喋んないでこの状態のまま、ハイカット収録 OK ですって収録終わったんだ。一言も喋んなかった。一言も喋んなかった。ショックだったんだ。そうですね、はい、で僕らもこっち側にいたんで、立ってすぐ挨拶しようと思ったら、もう薬丸さん普通にこれでもう歩いてて、まあいいんじゃない、大丈夫じゃない。大丈夫、大丈夫ですか。まあそれだったら薬丸くんがショックで喋んなかったってことなんだ。いろいろ聞いたら、でもいじられるのが多分嫌なのかなみたいな。関根さんからしたら、あの絡みはあるんですか。あるよ、何回か。はいはいはい。どんな方なんですか。やんちゃだよ。やんちゃっすか。ヤックンはもう攻めるタイプだった。ああ、そう。あ、じゃあもともとが結構尖った方。ちょっと尖った感じですよ、はい、じゃあフックンはもうアロハと白いメガネだから。ある意味一番怖いです、はい、白メガネ一番怖いです、一番怖い、はい、お互いに不倫してたから、はい、一番怖いよ、フックンが一番怖い。最初に挨拶行ったりして、めちゃくちゃいい人だった、ね、めちゃくちゃいい方だった、最初に挨拶行った、はい、うんうん、だからそれが、あの、多分ですけど、僕らの見解としては、その喧嘩の、内容とか伝わってなかったんですよね。あ、こういう文言とかじゃなくて、どういうリアクションを取ってくださいとか、こういうシステムですよっていうのは多分伝わってなくて、何急にこれ悪口言われてみたいな、あ、どうリアクション取ればいいんだよみたいな感じだったと思うんですよ。そうですね、あと僕らが多分もう、はい、家庭的な、もう花丸マーケットぐらいのイメージだったんで、その渋垣隊の頃の尖った感じとか、うん、はい、うん、そのやんちゃな感じを全く知らなかったって、ね、あ、そうか、そうなんですよね、はい、あ、ちなみにさ、はい、俺が止めるとしたらさ、俺になんていうの、ワイプでの笑い方がわざとらしいんですか。確かにそうだね。やっぱこれ、これ、これで止めてるとき、あの、ね、関根さんと矢口真理ぐらいですよ、あんなあざといの。矢口真理はやってる。やってない。え、関根さんはやってない。俺やってない。やってないですか。あ、でもね、お笑いの番組で若手が出てきて、こう、やるやつで、あ、はいはいはい、あったんだけど、はい、その時あんまり笑えなかったのよ、俺。はいはいはい。そしたらさ、ディレクターがさ、関根さん今日笑ってないですねって言われて、その時はちょっと笑った。
そんなことそれだから真剣に見すぎちゃってってことですよね、多分お笑いを。ネタがそんな面白くなかったのよ。あ、そう、笑えなかったの。もう単純に。そうそうそう。そうなんですね。それどのぐらいレベルですか、本当に新人みたいな。いやいや、まあまあ新人だな。はい。般若とかあの辺の。その最初の頃ですか。最初。あの言ってるようなもんじゃないですか。あのそうなんかその世代のその世代の人たちのが出てきて、いつもは面白かったんだけど、その回だけはもう面白くない。それはちょっとやったしょうがない。まあまあ、ディレクターに言われちゃったから。僕はそんなにこれ、いや大丈夫でしょこれ。ショック受けて喋んなかったって。でもその本当に、まあ、ある意味怖かったっていうことで、うん、別に嫌いでもなんでもないです。全然嫌いじゃないですか。そうそう、いやいい人だ。あの挨拶行ったらいい方です。めちゃくちゃいい方で。多分芸人との絡みが多分そんなないと思う。そんなない方、はい、ないですよね。これ多分どこでも言ってない、ね、どこでも言ってなくて、はい、よかったよかった。自分の中でやっと今日あの消化できました。なんか最終的に笑いにしたい、うん、したいなって。そうね、どうかショック受けたのか、ね、いろんな意味ででしょ、はい、いろんな意味で怖いっていうのをね、はい、ちょっと私は、はい、じゃあ僕もちょっと水にちょっと、はい、ここでね、はい、話したこともあるんですけども、まあトマホークにね、はい、見ます。はい、どうぞ。和島さん、いや一番ネタにされてる方じゃないですか。だけどさ、はい、最初あったのが TBS の森光子さんのドラマの現場で、はい、楽屋が一緒だったのよ、はい、それで俺も好きだったからさ、和島さんのこと。和島さんやっぱりあれですか、あのボクシングで大切なのはリーチっていうのは大切なんですかねって言ったらさ、あのね、うん、俺はねリーチがないからね、だからこうってこう入ってて便利なんだよ。あ、そうですかっつってさ、はい、俺もずっとこう台本読んでたらさ、はい、和島さんがまたずっと書いてさ、俺はさリーチがないでしょ、だからさ長いリーチだねあ、そうっすかっつって、また5分ぐらいすると、はい、お会いにして3回やったんだ。俺も怖くなっちゃってさ、でやっと本番になって、ああよかったっつって。でやっぱりさ、元ボクサーだから、はい、格闘シーンがあるわけ、はい、それでこう鏡がこうあるとさ、ずっとさ最短距離で打つことをやってたから、もうこうなんだ、はい、そう、あ、立石が来て、小島さん、ボクシングはできるけど、縦の場合はちょっと遠回りでこうすると、はいはいはい、こっち側も受けやすくて、こういうふうにあるんで、はいはい、みたいにどこにーって、じゃあ本番お願いします、よーしたもう染みついてるんですね。めちゃくちゃおもろい。何度やっても最短距離だね。ちょっと反応できないのよ、はい、立て相手も、はい、っそういうのがあって、で、まあ、和島さんとも仲良くなったんだけど、ロッキー4かな、はいはい、今光栄になっちゃったけど、パンティオンの前で上映会があるって、和島さんがいたわけよ。和島さんとハマース、はい、和島さんはあれですよね、軽量級じゃなくて、今で言うとスーパーウェルター、はいはいはい、ジュニアウェルターが67キロぐらい、はい、あの頃ね、和島さんすごいですよねって言ったらさ、これ俺だとするじゃない、はい、そうそうさ、渋谷のさ、はい、道だよ、パンティオンの前の大通りの、あのね、世界のパンチは全然違うのよ、俺が食いつくて、ディーンって俺もさ、なんだよお前、渋谷で日本人のパンチはこうだろ、はい、世界のパンチは俺何度も吹っ飛ばされてさねえ、偉いだろう、俺怖くなっちゃった、ね、怖いですね。ああ、人前でも関係ないんですね。そう、あのままなんですね、あのまんま、あのまんま。それで、はい、和島ボクシングジムから、はい、ポスターいただいたんで、はい、来たんで電話したわけですよ、和島さんとかに。そしたら、はい、っつって、昔のね、和島浩一はね、そりゃすごかったけどさ、今はさ、やっぱり昔の和島じゃないのよ。それをさ、真似してくれてさ、いいね、波に乗れよ、波に乗るんだよ、関根君、波に乗ってさ、行けよ。だけどな、調子こくなよ。怖っ今、波に乗れって言ったじゃん。怖っ
ある意味一番怖いかもな、これ常識が通用しない。怖かった。え、怒ったりはしないですか。怒ったりはしない。あー、もういいねいいね。俺はなんで団子やったかって言うとね、あのさ、お酒の商売するとさ、ちょっとさ、喧嘩になったりするじゃん。俺もさ、やっちゃうわけよ。来たらやっちゃうんだよ。団子だったらさ、ないじゃね。そういう要するに水商売だと、トラブった時に俺手出しちゃったわけよ。団子屋は確かに。団子屋ってまずないもんね。ないですね。確かに団子屋で喧嘩聞いたことないですね。なるほどね。冷静ですね、はい、そこら辺は。ただね、一時ね、俺にこぼしてたことある。はい、あね、俺はね、団子うちはね、4つだったのよ。はい、団子三兄弟流行ったからさ、参考にするの大変だったよ。最初の TBS の楽屋が一番怖かった。無言で過ごしたら、あのさーって繰り返しデジャブなのよ。デジャブでデジャブ3回来るの。輪島さんのさ、俺生で聞いたさ、すんごいさ作戦、俺はね25年になったからさ、あ、いろんなね経験してるから、ここがさいいわけよ。最初のねイタリアのねチャンピオン、テクニックなんだあいつだからね、目の前で消えてやろうと思ったのよ。でしゃがんでんで、ああそう、うん、でしゃがんでさ、で起き上がりながらビリビリ帰った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 、びっくりしてさ買ったんで。あ、その前はあれ、タクシー乗ってたら運転手がパッとなんか見たから、輪島さんもパッと見たら何もなかったんだって、はい、あれって釣られるな。それでこうやってる時にえってやって、向こうもふって見て、そこに殴ったんだって。よそ見。なるほどなるほど。僕ら初めの一歩、ね、初めの一歩、初めの一歩なんですけど、あれ輪島さんだからそう、はい、そうキャラクターがいるんですけど、輪島さんのやるんですよ、ね、本当にやってたんですよね。そうで、なんとかどの番っていう、背が高くてリーチがあって絶対輪島さんより強いっていう、彼が背高いから、はいはいはい、とここにさ、はい、来てたわけよ、はいはい、あの軽量、軽量でパンツ脱いでるわけ、もう、はい、ギリギリだから、はい、輪島選手が来て、はい、ええー、じゃん、でっかいねえ、輪島のチンチン出てこんのだよ。はいはいはい、ね、リーチ長いリーチ、ほら、トゥ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 がないよ、イエーイっつって、はい、ただ向こうはどの番がってバカにして、はい、おいで、当日俺がいきなり中入っちゃった三連続で。亀だと全く真逆のよ。刑事コロンボ形式なの。なるほどなるほど、なるほど、うん、下から入って、下から入って、下から入ってっていう。輪島のチンチンなんてこんなだよーっておもろいっすね。本人に聞いたんだ俺。いや、すごいな。それはバカにしちゃうよね。しちゃうよね。しちゃいます、しちゃいます。ちっちゃいしさ、はいはい、どの番目の色変わったっすね、はいはい、ってびっくりしてたよ。怖いもん。今こんな選手出てこない、ね、出てこないね。3度返り咲いてるもんね。だからしかもスーパーウェル打球だよ。いや、すごいっすよ。今のボクシングファンがもう聞いたらびっくりしますよ。いや、確かに。スーパーウェル打球で世界を取るなんて今考えられない。考えられない。メイウェザーとか、メイウェザーとか、はい、パッキョーだもん、はいはいはい、メイウェザー対輪島光一も見てみたら、まあまあまあ、前世紀のね、勝てなかったろうな。勝てないですよ。でも何かしたな。何かしました。絶対何かしたな、はい、足とか踏んだな、はいはい、クリンチしながらローブローとか、そう、はい、なんか一矢報いてくれそうな、やるよね、はい、輪島さんへの愛がすごいですね。だ輪島さんだけで20分ぐらい喋ってくれた話ね、これいや、おもろかった。おもろいですね。いや、すごいランキングになりましたね。すごいな、村上昌司君、はい、まあ、僕らはまだだから関根さんに比べたらまだ芸能界1年生みたいな、そうだ、浅いんで、まあ、本当にこの3名がちょっと怖、ある意味怖かったなっていう、はい、俺昌司君はね、はい、あの500円ライブやったの。あ、え、吉本、吉本ルミネで、え、ルミネに、関根さん立たれてるんですか。俺行った、俺どこでも出てっちゃうからお願いしたら、いつか無限大ホールっていう若手の渋谷の劇場とか、はい、いいよ、いいですね、いいんですか。僕ら一応あのライブやってるんですけど、うん、もしよかったらゲスト行くよ。本当ですか、うんうん、
吉本の一番最若手の、そうですよ、若手のライブに僕らもたまに出てるんで、出てるの、ぜひ、はい、いいね、輪島光一さんのモノマネを若手に叩き込んでほしいはい、やっぱ僕今の話聞いたら誰が聞いても面白い、まあ確かに、もうぜひちょっとお願いします、はい、ありがとうございます、今日はありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、トマホークでした、ありがとうございました。私の本、関根勤の嫌われない法則、2月21日発売でございます。いかに人と付き合うときにうまくこうね、人と付き合っていくっていう、嫌われないっていうかね、好かれる、これいろんな人に読んでいただきたいなと思います。よろしくお願いします。